どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。シーズン9もおそらく折り返し地点ぐらいに来てるのではないかということでですね、毎シーズン恒例ではあるんですけども、そのシーズンの最強編成というのをですね、厳選して紹介させていただけたらと思います。でシーズン9ではですね、6戦ということで皆様にお伝えしたいと思ってるんですけども、お断りしておきたいのが、僕のエリアサーバー環境内での最強編成ということになるということなんですね。他のエリアサーバーだったらもしかしたらほとんど見かけることがないような編成っていうのもですね、含まれてるかもしれません。でですね、その編成のメタ編成が流行ってるがゆえに、その編成が大して強くないみたいな現象も起こってるかもしれないんですけども、一応ですね、この編成を組んどけばまあ弱いことはないですよぐらいのですね、感覚で捉えておいていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。そしたら早速見ていきましょう。まず一つ目がヤリクソンですね。最初にお断りしておきたいんですけども、紹介する順番が強さの順番ではないということです。順不同でやらさせていただいてます。でこの編成に関してはですね、もう説明不要なんじゃないかなっていうぐらい有名な編成になってますよね。僕の記憶ではシーズン6で総選者戦が登場してからですね、ずっと第一線級の活躍をしている編成ということになってますね。おそらく中国の最新シーズンでもこの編成は強いんじゃないかと思います。でシーズン9ではですね、テーフの代わりに SP リョモを入れることによってもですね、このヤリクソンは成立するということになってます。で同じランクアップ数であればですね、 SP リョモの方が強いんじゃないかというのがですね、僕の肌感ではあるんですけども、シーズン9の新武将ということでですね、なかなかランクアップを進められている方っていうのは見かけないということになってますね。で今の状況ではですね、挑戦モードで兵士宝物っていうのが2つ買えるようになってるんですけども、リクソンとロシクにですね、槍の兵士宝物を装備させることによってですね、オールエースのヤリクソンが組めるということになってるんですよね。なんでなかなか贅沢な使い方ではあるんですけども、そこまでするとですね、苦手兵士の弓も受け付けないぐらい非常に強い強さを誇ってる編成ということになってます。2つ目は白衛装ですね。ヤリクソンが入るのであれば、同等の強さであるこの白衛装もですね、最強編成の一角になるんじゃないかと思います。 SP リョモに憲法破砕と兵務醸成で、リクソンに滑骨領毒と残壁砲で、ロシクに白磁兵と奉仕陣という継承戦法になってますね。でヤリクソン同様ですね、リクソンとロシクにですね、兵士宝物を装備させることによって、オールエースで組むことができる編成ということになってます。で僕の見た感想なんですけども、ヤリクソンよりも火力が出て、でヤリクソンよりは硬くないっていう印象があるんですよね。その耐久力を上げるような戦法っていうのがですね、ヤリクソンの方が多く積まれてますので、その分やっぱり、この白衛装の方が柔らかくなってるんじゃないかなと思うんですけども、それでも十分に硬くて強い編成ということになってますし、他の編成との共存という意味でもですね、ヤリクソンよりは使いやすい編成になってるんじゃないかと思います。ただ SP リョモがですね、シーズン9で登場したばかりで、でさらにですね、大隊武将のテーフっていうののランクアップっていうのがみんな進んでるっていうこともあってですね、なかなか見かけることのない編成ということになってるんですよね。僕も多分対戦ということだったらほとんどしてないんじゃないですかね。組んでる方も複数人しか知らないということになってますので、シーズン10以降どのように化けていくのかというのがですね、楽しみな編成ということになってます。はい、次はタイイタデですね。この編成もシーズン7で満潮が登場してからずっと第一線級で活躍しているという非常に強力なテンプレ編成になってますよね。こちらもヤリクソンと並ぶぐらい有名な編成なので説明不要な部分は多いんじゃないかと思うんですけども、ヤリクソンと比べてですね、継承戦法に幅がありますので、それを今回紹介していきたいと思います。まず芝居に新参希望と活目相対、こちらに関しては固定になってるんじゃないかなと思うんですけども、曹操と満潮の継承戦法がですね、いろいろあるということなんですね。まず一つの例として、曹操に奉仕陣と魅惑で、魅惑のところは投降兵でも OK みたいなバージョンですね。で満潮のところ、異部軍民か残壁砲で滑骨領土っていうパターンですね。で異部軍民は知力と統率の影響を受けますので、曹操に異部軍民を覚えさせて、で奉仕陣を満潮に持ってくるパターンみたいなのもあるということですね。ということでですね、本当にいろんな継承戦法ですね、こねくり回して使えるのがこの隊立てということになってるんですけども、こうやって見るとですね、滑骨領毒と奉仕陣に関してはですね、絶対必要っていうことになってますよね。で実際滑骨領毒に関しては欠かすことができないんじゃないかと思うんですけども、奉仕陣に関してはですね、ヤリクソンとかで使いますので、まああまりここで使いたくないという方はですね、軽一陣バージョンもあるんですよね。それは曹操に魅惑と投降兵で、満潮にですね、軽一陣と滑骨領毒ということですね。このバージョンでも非常に強いということになってます。
というかですね、ヤリクソンとの共存を考えてこのパターンで、タイタテを組んでる方って非常に多いんじゃないかなと思いますけどもね。ただ投稿票を覚えさせてますので、ヤリクソンと勝負はできなくなるという難点はあるということです。でですね、ここの曹操のところを長春化に変えるとですね、一応その女王盾というテンプレ編成になるんですけども、それも、このタイ盾と比べて引きを取らないぐらい非常に強い編成ということになってます。曹操無凸で長春化がランクアップマックスだったら女王盾の方がいいんじゃないかって思えるぐらいの、強さということになってますね。で、覚えさせる継承戦法なんですけども、奉仕陣と魅惑を長春化に覚えさせます。魅惑に関してはですね、女性武将ということになってますので、特に相手に制御をかけやすいということになってますので選択してますね。で、満潮に残壁砲と括弧領土、このパターンでですね、女王盾は非常に強いんじゃないかなと思いますので、曹操持ってないもしくは他の編成で使ってるっていう方はですね、この女王盾もぜひ検討していただけたらというところです。次は天候超格盾でですね、この編成もめちゃめちゃ強いんですけども、僕のエリアサーバーではそこまでむちゃくちゃ見かけなかったかなという気がしますね。まあ僕が戦ってるフィールドがあまりこの天候超格盾がいないフィールドだったのかもしれないんですけども、タイタテの方がめちゃめちゃ見たっていう感じにはなってますね。で、その理由といたしましては、継承戦法が結構高級だからっていうところがあると思うんですよね。これ組んじゃうとタイタテもヤリクソンも組めないみたいなところがありますので、だったらもうヤリクソンとタイタテ2つ組んだ方がいいんじゃないかということで選択肢から外れてるっていうところはあると思うんですよね。前シーズンとかだったらまあとりあえず有名だし強そうだから使ってみようかっていう感じで使ってみたけども、まあ1シーズン使ってみて飽きた上にその共存しにくいっていうところもあって組まなくなったみたいなパターンが考えられるかなと思いますね。聴覚に太平同胞と活目相対で、劉備もしくは曹操のところに異部軍民と総戦釈戦で、ロシクにですね、奉仕陣と残壁砲ということになってて、ロシクには兵士宝物が必要ということになってますね。で、聴覚の活目相対のところなんですけど、これはまあ血水解除でも OK ということなんですけども、血水解除を覚えさせるとですね、一応相手を水滴状態にします。で、水滴状態の相手には強行付与する確率が上がるということになってますので、その聴覚を使った編成の親和性は非常に高いということになってますので、で、その活目相対をですね、他の編成で使ってるっていう場合はですね、この血水解除という選択肢もありなんじゃないかと思います。で、この天候超格盾はですね、一応勢力が一致させられてないということになってますので、属性面で少し不安が出てくるということなんですよね。なんでランクアップをしっかり進めておきたいっていうところではあるんですけども、そのどの武将もですね、低排出枠の武将ということになってますので、ランクアップが非常に難しいということになってます。でですね、その勢力がバラバラというのを生かしてですね、三星人を覚えさせるバージョンというのもですね、非常に強力ということになってます。それがこちらになってます。はい、聴覚に覚えさせる戦法といいますか、全体的に覚えさせる戦法は同じなんですけども、劉備と曹操のところに各所を入れるパターンということですね。で、ロシクの奉仕陣の代わりに三星人を覚えさせることによってですね、聴覚の固有戦法を、多く発動させることができるということですね。で、三星人でですね、ダメージがあまり受けてない武将の火力を上げるという付属効果もありますので、それで各所の火力も上げることによってですね、投降兵とも対決ができるようになるということなんですね。各所の固有戦法っていうのは燃焼ダメージも出ますので、で、同じ盾の編成と戦う機会っていうのもですね、かなり多くなってきてますので、そんな時にですね、投降兵メタの戦法があるとですね、本当にありがたいですよね。なんで、もしかしたらですね、その劉備や曹操を使ったバージョンよりも各所を使ったバージョンの方がですね、まああらゆる兵士と戦ってもですね、優位に戦闘が進められるという意味ではですね、利点になってるんじゃないかなと思いますので、劉備曹操ってね、他の編成でも使いやすいですから、この各所を使ったバージョンというのもですね、検討してみていただけたらと思います。次は技法盾ですね。この編成の強さというのはですね、僕が以前カンピシさんという方が使っている技法盾が強いという動画を作らせていただきましたので、そちらの方を見ていただくとよりわかるんじゃないかなと思いますんでね、ここではざっくりと継承戦法だけ説明させていただいて終わりたいかなと思っております。早々に、括弧領土と総戦釈戦で、各に混迷乱城と兵務情勢で、各省にですね、活目相対と残壁砲ということになってます。で、各省にはですね、盾の兵士宝物を覚えさせてオール S にする必要があるということなんですけども、それだけやって、で、さらにランクアップをしっかり重ねることによって強いという編成になってるみたいですね。
で、あの動画のコメント欄でも結構いただいたんですけども、割とそのランクアップが全体的に3以上ぐらい進んでた時のっていうのが前提の強さみたいですね。まあ一応そのカンピスさんに関しては核以外だったかなはランクアップマックスで核も4凸まで行ってたということで相当進んでる方ではあったんですけども、やっぱ同じぐらい進めてないと思ったような強さは出ないということになってるみたいではあるんですけどもね。なんで組んでみてあれって思う瞬間もしあるとしたらそういうことだと思っていただけたらと思います。この辺はですね、天候調格とも同じことが言えるんじゃないかと個人的には思っております。で、そしたら最後の紹介となるんですけども、射食弓を僕は選択したいかなと思います。はぁと思われる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、なんか知らないですけど僕のフィールドではこの射食弓が大活躍してるんですよね。で、僕も結構やられてます。で、ランクアップがね、しっかり整ってる射食弓ではあるんですけども、本当に強いですね。で、僕と同じ同盟に所属されてる方とですね、その激戦なんかが出た時の共有画面なんかをですね、見せ合うことがあるんですけども、もうこの射食弓を使ってですね、激戦出しまくりの方もいるということでですね、やっぱり強いなという印象ですね。で、弓の万能型っていう編成は多いかなと思うんですけど、弓の耐久型でさらに軽力ダメージを付与するみたいな編成ってこの射食弓だけやと思うんですよね。で、実際ですね、結構戦ってみて僕も使ってみたことあるんですけども、引き分けが非常に多い編成ではあるんですけども、引き分けってね、特に放浪軍とかだとありがたいんですよね。なんで使う機会は本当に多い編成だなと思いますね。で、苦手編成っていうのも結構少なくて、この編成には絶対に負けるから行かない方がいいっていう編成がですね、ほとんどないんですよね。っていうことでですね、なんか駐屯とか差し取ったりだとか、相手がたくさん派遣されてる城とかに突っ込んでいくみたいな時もですね、非常に使いやすい編成ということになってますね。ただネックといたしましては継承戦法が高級であるっていうこととですね、育成がものすごくこう兵損が出て嫌になるっていう部分があると思いますけども、そこら辺をクリアできる方だったらですね、かなり使える編成になってるんじゃないかと思います。ちなみに全体的なランクアップがしっかり進んでる方だったらですね、滑骨領毒のところは配中台でもいいんじゃないかと思います。これは僕がその以前使ってた時にですね、いろいろ継承戦法を試してみた結論ということになってるんですけども、まあその配中台っていうとですね、弱体状態は解除できませんが、ダメージも与えられて回復もできるという戦法になってますので、その火力不足のですね、この、射食弓の弱点っていうのを補うこともできますし、で、弱体解除っていうのはですね、総戦作戦に任すこともできると。で、テーフに関してはですね、こういう戦法で弱体状態をセルフで解除するということになってますので、その滑骨領毒が、まあ、やりすぎやろ感が出てくるということでですね、ここを配中台に変えるみたいな点もあるというのもですね、覚えておいていただけたらと思います。で、先日ですね、生まれて初めてショートというのをですね、作らせていただいたんですけども、それでですね、この射食弓を取り上げさせていただきました。まあ、簡単にはまとめてるんですけどね、よかったらそちらの方も見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか。実際今回の動画の内容って面白みもなんもないと言いますか、もう戦場で戦い慣れてる方からしたらですね、もう知ってるよっていう編成ばかりということはですね、まあちょっと申し訳なく思うところではあるんですけども、やっぱり有名な理由って強いからっていうところに他ならないんじゃないかなと思うんですよね。で、今回挙げさせていただいた6つの編成っていうのはですね、まあどんな戦場においてもですね、割と活躍させやすい編成ばかりということになってますので、まあどれか1つ2つ組むことによってですね、主力編成の軸になると言いますかね。僕の場合だったらランキバーと呼ばせていただいているテイクキバがですね、主力の軸ということにさせていただいてるんですけど、その軸があることによってですね、まあとりあえずそいつでなんとかしてみたいなね、とりあえず兵損が出たらそいつを優先的に回復させて、で、もし体力がなかったら他の部隊に任すみたいなね、使い方をしていくのもですね、やっぱり自分のその主力全体の長所っていうのをですね、活かすためには重要になってくることじゃないかなと思うんでね、そういった編成にはですね、もう強テンプレ編成に対抗できるようなですね、編成を持ってくる必要があるんじゃないかなと思いますので、今回紹介させていただいた編成をですね、まあ一つチョイスするっていうのもありなんじゃないかなと思います。でですね、最後に射食弓を紹介させていただきましたけども、まあ、ここはですね、天皇弓なんかで組める方は天皇弓でもいいかと思いますね。多分同等の強さだと思います。もしかしたら、その孫権のランクアップ次第では天皇弓の方が強いかなと思いますので、そこら辺を切り替えるのもありかなと思いますね。で、天皇弓をその最強編成の一角として紹介させていただいてもよかったんですけども、その今シーズンで感じたインパクトということでですね、射食弓の方を取り上げさせていただいたということもですね、
一つ頭に置いていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。